はい、皆さんこんばんは。こんにちは。おはようございます。イーヤホンのりょうたです。今回ご紹介させていただく商品はじゃん、こちらです。ビジョンイヤーズというブランドのカスタム IEM イヤモニですね。このメーカーの現状のハイエンドモデルにあたります VE6、 こちらをご紹介させていただきたいと思います。はい、この VE6 という機種にはですね、正確には3つのバリエーションが存在します。まず VE6 の X1 というモデルと X2 というモデルと、最後に VE6X コントロールというモデルが3つあるんですね。はい、この機種の3つのバリエーションの違いについてまずご紹介したいと思います。VE6 自体は6つのドライバーを搭載した4way のモデルなんですけれども、まず X1 が中低域が強化されたモデル、そして X2 の方はナチュラルにサウンドステージが広がるような印象の音ですね。さらに X コントロールはなんと内部にこの X1、X2 両方を兼ね備えていて、さらにハウジングの外側のスイッチで切り替えることができるという仕組みのものなんですね。はい、それでですね、ビジョンイヤーズ自体のイヤモニー全般に言えることなんですが、音が全体的にソリッド、やや固めの音です。でチューニング的にはやはりその固めの音というのが打ち込みの音であったりとか、低音がはっきりと聞いているような楽曲に非常にマッチいたしますので、例えば私が普段よく聞くようなアーティストですと、スクールフードパニッシュメントさんであったりとか、ニルギリスさんであったりとか、あとはパスピエさん、サカナクションさんといったジャンルで言うと、まあ、J-POP に該当するんですが、電子音とかをこう多分に含んでいるような、楽曲というものと非常に相性がいいように感じております。で、まあ、実際のところですね、この X1、X2 の切り替えについてなんですけれども、 X1 はこの、まあ、ここにあるのが X コントロールの視聴器なんですけれども、スイッチをこの下に切り替えている状態というのが X1 の状態です。この状態ですと非常に中低域が充実した音の鳴らし方をしてくれますので、若干こうタイトな音の鳴り方なんですけれども、非常に重心の低い低いディープな位置の低音がズンとこう響くような迫力のあるサウンドが特徴的ですので、場合によっては楽曲によって少ししんどいというか、ちょっと量がきついなと思う場合もあるんですけれども、音量をこう下げ目で聞いてもはっきりと音が聞き取れるようなサウンドバランスなので、これは X1 オンリーでも低音が好きという方は満足できるかもしれません。でスイッチを上にカチッと切り替えると今度は X2 になるんですが、こちらは X1 とは非常に相反するといいますか、中低域がスッと後ろに下がりまして、高音から低音までのバランスがいい感じになります。そして少し高域が若干強めに感じられる場合もあるんですけれども、サウンドステージの広がりであったりとか、あとバランスがナチュラルに聞こえてまいりますので、いろんな楽曲に X1 以上に幅広く楽しめるバランスというのがこの X2 のバランスなんですね。ただ今度また X2 ですとちょっと物足りないなと感じ出したりとか、あとはハイが少しきつく感じる場合がありますので、これはね、 X コントロールの視聴器を一度聞いてしまいますと、スイッチの切り替えが楽しくなってきて、結果的に X コントロールをオーダーしちゃうというような方が多いんではないかなと思いますね。では最後に、僕がこのビジョンイヤーズの V6X コントロールを聴くときにいろいろ試した楽曲の中ですごく相性がいいなと思ったのが、スクールフードパニッシュメントさんのフューチャリスティックイマジネーションっていう曲、あとはニルギリスさんのスノーキスという曲、パスピエさんのイエスノーという曲と、あとサカナクションさんの夜の踊り子っていう曲ですね。これらの曲はね、電子楽器の音が、まあ、結構たくさん入ってる楽曲でして、このビジョンイヤーズの機種全般に言える固めの音っていうのがですね、このシンセサイザーの音とかを非常にキラキラとした印象で鳴らしてくれますから、まあ中域から高域にかけてのこうキラキラした感じの音っていうのが好きな方であれば、ビジョンイヤーズのどの機種を聞いてもすごく楽しめると思いますので、ぜひ気になった方はですね、イヤホンの店頭でビジョンイヤーズをぜひ一度視聴してみてください。よろしくお願いします。バイバイ。